はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、えー、自動車税のね、収、えー、めてきましたんで、えー、自動車税について、えー、語ってみたいなと思っております。で、今までね、えー、とポリシェ911カイラね、えー、991前期型のカイラですけれどもあ、まあ、維持費とか、車検費用とかね、それから任意保険ね、えー、保険の費用とかあの、具体的な金額を動画にしてですね、お伝えしてきました。 過去ねでまああのそういっうの動画もね備考欄とかあの右の上のねこの辺とかにも、えー、リンク入れておきますけれども、えー、自動車税についてそういえば動画を作っていなかったなと思いましてね、えー、これからね、えー、自動車もでにねお持ちになっ いる方はまあ、自動車税ってまあ比較的想像しやすいと思うんですよね、えー。去年こんがり流行ったし、みたいな、排気量こんなもんだからこんなもんだよね、みたいな,なイメージつくと思われるんですけど、えーと、これから自動車を買いたいという方ね。えー まあもし初めてね、買う車はポリシェという方もいらっしゃるかなと思います。僕がそうだったんでね、その時あの自動車税ってどんがけがかかるかなっていうのはちょっとイメージつかないと思うんですよね。なんでそういった方がもしいらっしゃったら参考にしていただきたいなと思ったので今動画を作っています。はい。で、今年ね、今日、えー、早速自動車税払ってまいりました。はい。えー、私はね、自動車税、えー まあ皆さんどう思われるかなと思うんですけど、まあ結構いい金額だなと思っています。はい。えー、今回払ったのが5万8000円です。で、廃、え、棄、ー、量ね。まあ自動車税っていうのはここ今年からあ自動車なんでしたっけ自動車種別う、えー、なんだか名前変わったんですよね。えー、なんだっけこっちでしたっけ、えー、自動車税種別割ってよくわかんない。<laughs> 自動車税っていいの、ね、に。ってね、名前変わってね。 えー、いますけれども廃棄、えー、量によってね、えー、金額がみんな変わってますよと。で、えー、991全期型のね、えー、彼らについては3.4リッターの、えー、水平対向フラット 6NA、ね、エンジンなのでここですね えー、3リッター超から3.5リッター以下ということで、5万8000円という形になるので、まあ、ちょうど5万8000円になりますよっていう形ですね。で、私はこれ、えー、もう何回目ですかあ ?5 回目ですかね、えー。2016、7、8、9、えー、2010,2020、あ、5回目ですね。5回目ですね、うん。の支払いを終わる。無事終えることができました。 はいまあ、自動車税ってね、あのー、なんでこんなに金額して払わなきゃいけないんだって思う、最初思いましたけどね、まあ、自動車っていうその歴史的な背景を考えるとね、まああのーまあ、富裕層がね、初期の時代はね、えー、お金持ちしか乗れなかった車っていうものに対して、えー、課金をして、社会ね道路を作ったりとか。 高速道路を作ったりとかね、そういった目的のために税金として取られたものだと。まあ、社会貢献税ですね。いわゆるね、僕は社会貢献してるんだという気持ちで、えー、毎年この金額をお支払いしてですね。えー、まあ、あの、僕のところ近くの道路はそうでもないですけどね、やっぱりちょっとね、郊外とか行くとさ、あの、道路がね、なかなかあの、 古くなってね、ガタガタになってる道路とかありますよね。だからそういった道路をやっぱりメンテナンスしていかなきゃいけないと。やっぱりそれにもお金かかるよねっていうので、やっぱりこれだけの金額ね、皆さんから徴収して、そういったものも補修や、えー、メンテナンスにお金を当てると。 いうところですね。で、ま、いろいろ書いてあるけどね、いろんな,な、なんか、それ以外の道路以外にも使ってんだな、みたいなね。まあ、ちょっと意味わかんないのもあるけど、まあ、そういったもね、もんなんだってとこれで、私は理解して収めておりますと。で、えー、まあ、今のね、992型とか、991の後期型になると、まあリッ、3.4リッターじゃなくて3リッターになってくるんで、もう一つ安いね、えー、5万1000円とかになるんじゃないかなと思いますね。 えっと、それちょっと私も入れないから、あれなんですけど、で、クーレあね、えーの、エンジンとかになると、えっ、ー、と、3.6リッターなんで、もう少しは高くなるんですよね。で、なおかつ、えっ、ー、と、なんだっけな、古い車になるんで、こっちになるんですよね。ここ、7万六千円とかなんですよ。古いとね。えっ、ー、と、製造から、しあ初期あ初回、初年度登録からね、 年度を重ねてくると、まあ古い車に対する、旧車に対する課金が重課金になるんですね。なので、ここになるそうです。えっ、ー、と、これはインスタグラムで、えー、フォローしている、えー、960カメラのオーナーさん,ーんが公開してたんで、私もあそこかかかってんだなぁと思うんです。で、救急車時も、えー、彼は僕も収めてましたけど、その時は確か、こ 8万とかじゃなかったなと気がす、記憶があるんですけど、まあちょっとあの全,全部調べたらなかった、あの、売却の時に全部つけてお渡ししたんで、ちょっとないんですけど、も、分こ8万ぐらいしたんじゃないかなと、少し安くなったのかなみたいな気がしましたよね。はい。で、えー、ここになりますと。で、あのー、カレラ S ね、前期のカレラ S になると排気量大きいんで3.8リッターになるんですね。 カレラ S とかカレラ 4S とかになってる。S とかね。あー、カレラ 4S か。えー、とか GT カーね。GT3 とかね。は3.8リッターなんでもう、もう一つ高いね。ここになりますね。えー、前期型はね。6万0千円500円なのかなと。うん。えー、一気に上がるよね。1万、んうん。1万円は上がってないんだけど、一気に上がるよね。これね。 と、えー、いう形で、えー、自動施設で、えー、納税していきました。はい、えー。少しでもね、皆さん、これからポリシェを買おうとかね、えー、初めてポリシェを買おうっていう方もね、なんか動画見てると上がってきているので、まあ、そういった方にもね、参考になればなと思って、今日動画作ってみました。面白かったと思う方は、グッドボタンな押していただいて、チャンネル登録をお願いします。以上です。